法人税法ガイダンス開始していきます。レック専任講師の小池と申します。本日よろしくお願いいたします。まずですね、税理士として、レックさんの方で用意していただいているこのパンフレットの説明の方を少しさせていただきたいと思います。開けていただきたいページは、まずは12ページになりますね。で、12ページにパーフェクト鉱山っていうものがありまして、まあ、これがうちのメイン商品ではあるんですけれども、パーフェクト鉱山として全52回で、あとテキストが4分冊に分かれてますので、その4分冊につき、1つのテキストにつき2回ずつ実力確認テストというものを用意させていただいてます。52回の講義があります。2時間半の講義があって、で、52回の間に大切な内容をインプットしていただくと。で、インプットしていただくって言った時に、法人税って何を伝えたいものなの？法人税って一体何なの？もうこれ最初から割とどん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 お話ししていく内容なんですけれども、法人税って何を伝えたいかっていうと、課税の公平っていうことが大前提にあるんです。で、ある意味課税の公平っていうものが分かった、課税の公平ってこういうことを言ってるんだっていうことが分かった時に、法人税がやっぱ分かって理解できて、その上で結果ですね、法人税の試験をクリアできる状態になっていくと思いますので、課税の公平っていうことがやっぱり心からこう分かっていくように、なっていくように、どん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 お話はしていくつもりではいます。で、課税の公平っていうキーで今回ちょっとお話しさせていただくんですけれども、会計がありますよね。会計で損益計算書というものがあります。損益計算書に税引き前利益があります。損益計算書に税引き前利益があって、それに、まあ、法人税率をかければ法人税額が算出できて、税引き後の当期利益が出ますよと。っていうのが、まあ、普通の考え方なんですね。もう一回言いますね。損益計算書をイメージしてください。で、損益計算書をイメージしていただいて、税引き前の当期利益が出ました。で、それに、まあ、法人税率、まあ、23.2%なんですけれども、23.2%をかけて法人税を出す。これっていけないんでしょうかって話なんです。これっていけないんでしょうか。正直言うと、いけなくないと思うんですね。実際、法人税も、当期税引き前の利益がこうあって、それに調整を加えます。法人税独自に調整を加えます。ごめん、ちょっとこれ利益に数字足してくれないかな。あ、これ利益から引かしてあげるよ。で、それで利益をちゃんともう一回出し直して、それに税率をかけて法人税計算するわけです。ちょっとごめん、そのままでは使えない。だけど、ちょっと調整させていただいたものを税法の純利益、まあ、純利益っていうと誤解が招くんで、税法は誤解を招かないように結構新しい言葉使います。所得金額という言葉を使います。で、所得金額って聞いて辞書で調べて、所得ってピンとくる日本語実はないんです。でも、所得って何なんだろう、所得って何だろう、どういう意味なんだろう。所ってところって字に、まあ、得るって字なんですけど、その所得って言葉は、まあ、普通にこう使ってるけど、利益と何が違うんだろう。でも、違うっていうことは、その言葉を用意して、ごめん、これ税法独自の用語だから。会計の利益をそのまま使わせないよっていう税法の表れなのかもしれない。それで出来上がった税法の用語が所得って言葉なので、利益みたいなものっていう言い方よりも、利益じゃない。私はもう、
それをベースに、利益をベースに数値を出すけど、ちゃんと税法のきっちりした用語で用意させていただきますよと。じゃあ具体的に何かあるって言った時に、まあ、それも突拍子のないことを用意してるわけじゃないんです。会計でいうところの棚卸資産に総平均法っていう評価方法があったり、個別法っていうものがあったり、移動平均法っていうものがあったり、まあすみません、原価計算やってない方だったら結構、ビビ慣れない言葉出してしまって申し訳なかったんですけれども、要は期末の棚卸ってどうやって計算するのっていう計算の仕方にルールがある。例えば今私は、このボールペンがありましたと。でボールペンを持っていて、これお店で売ってました。だけど1個95円で仕入れたものもあるし、98円で仕入れたものもあるし、102円で仕入れたものもあるって、こういろいろあった時にどれが売れたかって、まあ本当は明確に実際は分かるわけですね。95円で買ったものが売れたなら95円か原価で、102円で買ったやつが残ってるなら102円が棚卸しだって明確に分かるんですけど、家庭で計算することが認められています。で、まあ平均して単価で割っちゃう平均法みたいなものもあるし、さっき言った個別的なものもあるし、でも個別的なものってこういう細かいものに使うもんじゃなくて、例えば、家とかですね、そういうものにはこう使うのに適してますけれども、でそれを評価方法によって利益って変わっちゃうんですよ。でも上場会社だったら間違いなくみだりに変更しちゃいけないってことは皆さん財務諸表論で聞いたことあるかもしれない。要は継続性っていうものが必要だし、みだらに変更なんかできませんよ。変更つけるなら変更採用やりますよ。なのでこの皆さん会計基準で習ったことはあると思うんですけれども、この会計基準を守る会社っていうのは、実は監査法人、要は会計士さんにお願いして監査っていうものをしてもらって、それをやってて出来上がってる会計数値なんですね。監査っていうものは会計数値っていうものをやっていただいて出来上がっていく数値なわけなんですけれども、監査報酬、まあちょっとゲスな話になっちゃいますけど、まあ、最低でも1000万ぐらいはかかると思います。上場企業ってもう監査法人にいくら払ってるってことも一度公表されてますけれども、そういう形でちゃんとお金を払って見てもらって、で会計のルールを守っていただいて、その数字をしっかり公表します。で株をちゃんと安心して買ってもらえる嘘がない数字にしますよ。なので上場企業は何千万もかけて正しい数字を公表してるんです。コストかけてるんです。それは分かった。だけど中小企業は何千万もかけられるわけがない。しかも数字を作ったって誰も株を見てくれるわけではないとなった時に、数字の作り方がある意味雑になっちゃう。でも雑になるけど、やっぱシンプルにそういう企業みたいなことは守ってね。そんな難しいこと言ってない。棚卸資産だったら評価方法、期末評価方法は決めてください。で決めて届け出をしてください。でそれをやるんだったらもうそれでずっと継続して計算してください。もしそれを勝手に破ったなら、ある評価方法、最終収益原価法による原価法っていうのがあるんですけど、これを使って期末評価しますからね。変更したいときはもう期末に急にこっちの方が有利だからってことはできない。だけど事業年度と言われているものを開始の日までに変更のお願いをさせてしてくれたら、したらそれは変えていいよ。今私がお話ししていることは会計数値を作る上で公平、課税を公平にするために勝手に利益操作をさせないためにっていう意味かもしれませんけど、まあ違いますよね。
誰がやっても基本同じ数字になるように、だけど選びたいもの業種によって、例えばもう大量に洋服とか売ってるって言った、特に個別法とかやってたら大変なんで、まあ、売価還元法っていうものがあってるんです。これはすみません、大量製品をこう使うときにはすごく、評価しやすい方法です。売価還元法を使ったりで、うちは製造業だからやっぱ平均法を使って、もう材料とか仕掛かりとか製品をやっぱどんどん移動平均法でこう評価していくしかないかもしれない。うちは建設業なんで一個ずつものを作ってんで個別法でっていうような、もう当然あなたのふさわしい権利を選びますよ。これをやっぱ課税の公平でやっているんだ。同じような話として減価償却っていうのがあります。車を買いました、パソコン買いました、機械装置買いました、店舗に内装を入れましたとなった時に、誰が計算しても同じように減価償却費が出るようにしとかなければ、今回ちょっと黒字だからめちゃくちゃ減価償却を上げよう、今回めちゃ赤字だから減価償却止めちゃおうっていうような、いうことをコントロールの余地をなるべく排除するために、税法は減価償却の、まあ、取得価格を決めましたって、これ付随費用足すだけって言ってんで、会計とあまり差があるとは思えない。あと定額を定率を普通の方法です。なのでちゃんとこれで償却方法というもの、あと税法がすごいなと思うのは、課税の公平を徹底的にやるために耐用年数っていうのを決めたんですよ。例えば、まあ、さっき言ったこれって何年で償却、この後ろの、内装何年で償却っていう時に、会計は一言しか言わなかった。使用可能期間で償却していきましょうと、まあ、これすごくいい言葉に聞こえますけれども、使用可能期間で償却しましょうとっていうことを言われた時に、何年って言える人いますか。経理担当がいて、あ、じゃあそれ使用可能期間で減価償却のソフトに入れといてって言われたら、結構これは難しい話ですよね。例えば自分車大好きですで車買います、で何年使うかなって言った時に、目標値として持ってそれぐらい使おうかなと思ったことはなきにしもあらずですけど、まあ当たったことがない結果ですけど、だから未来のことなんて予想できない。だけど一般のやつだったら6年っていうふうにこう決めてくれてるから、あ、だったらもう買ったら6年でって形で、焼却の方をしていくということになっていくわけですよね。なので今棚卸資産と減価償却の話をしました。何のためにって言った時に、誰がやっても同じようになるようなルールを作ってるって話なんです。でそれをもうどっちかって言ったら税法の話じゃないんですよ、まあ、税法独自って言うじゃなくて、もし現場に行った時にやっぱりトラックとダンプ耐用年数調べてって言われた時に、どっちかったら、はい分かりました、トラックダンプを調べるようにしてみます、あ、できます、もしくはさっき僕車6年って言いましたけど、車6年っていうのを、ある意味こう調べていくっていうことをやっていく上で、本当にそれが合ってる合ってないでなくても、税法はちゃんとしたルールで、耐用年数っていうものを実は決めてます。でそれに従ってやっていきます。でちょっとやっぱりエラー的なことあるんですね、これ中古なんだけどって言ったら、まあ、それのなりのこともこう作ってはいるんですけれども、もうエラー云々のことも当然必要ではあるんですが、実際大事なのは、例えば鉄筋鉄骨の建物買ったら何年、木造だったら何年。なの で木造って言われて、あとスレートとかこういろんな言葉出てくるんですけど、
どんな言葉が出てきたって何なんだろう、どうやってそれで見極めんだろう、どういうこのわからない言葉を何を見つけたらそのものにたどり着けるんだと。見て、実はわからないことの方が多い時にいろんな仮説を出して、こうでもない、ああでもない、ここで諦めない、でその思考がすごく大切になってくると思います。で、わからないことは何？で、そのわからないことを、しっかりと、何なんだろう？何ってことを調べて、できれば考え抜いて、ある程度、だんだん、ちょっとでもいいから答えをこう出していけると、大きな自信になってくると思います。で、その自信こそが、自分が前に進む上で大切な力になってくるんだということを、分かっていただけるように話します。で、今風の公平で2つお話しました。減価償却の話と棚卸さん。で、もう一つのお話をさせていただくと、みんなで助け合いをするのが、ある意味民主主義。で、助け合いっていうと、助けてもらうだけのことをイメージするよりか、ちゃんと助けていくってこともしっかりと思ってほしいんです。それが税金です。で、税金でみんなから集めて公共的なものに使い込むと。いや、ちょっと使い込むのは使っていく。で、これがすごく大切な話で、実際は1億人でこう話し合いができませんから、選挙で決めてもらう議員を選ぶ。で、議員がその何に使うか考える。だ、結果払うのも私、ある意味使い方を決めるのも私で、それをみんなで話し合って決めていくってことがやっぱ民主主義なんで、民主主義の根本を支えているものが税金なんです。で、それを独占業務として任せられているのが実は税理士なんです。28ページになるんですけれども、この税理士の独占業務として税務というものを用意していただいている国家資格なんですね。で、この税務って何につながっていくかって言ったら、民主主義の根幹を支えていく上のものになります。なので、試験問題で独りよがりの回答とかを出すことは好ましくないんですね。バランス感覚を持った答えが必要になってきます。例えば、家族に何が食べたいって聞かれた時に、何でもいいとか、いう答えを出すより、その何か投げられた時、相手が求めてる答えを言える習慣を勉強以外の全ての時間でやるようにしてってほしいんですよ。もう言い方を変えます。皆さんの周りで皆さんの声を聞きたいって人を増やしてってほしいんですよ。で、その発する言葉を魅力的にしてってほしいんですね。で、その言葉が魅力的になったものが答案に反映します。で、最高峰の問題です。税理士研というのは財務省っていう日本のトップが日本の民主主義を支えるために税金を作って、それを一緒に集めて、正しく納税者から集めてもらえる。いや、人間的魅力がなかったら、いや、お前が言ったら、なんか税、こんな税金計算されて、冗談じゃないよ、払いたくないよ、なんて、じゃなくて、あ、先生が計算してくれた。だったら、これで、申告しましょうと。あ、で、ただ、もう、いうようなことが必要なわけですよね。で、例えば、こう、税金がこれだけ出ますって、初めから伝えておけば、そのため、この税金が出るために、このぐらいの利益が必要だよ。で、この利益が出るために、この売り上げを上げていかなきゃいけないし、場合によってはこのコストダウンも達成しなきゃいけない。あ、達成できた、すごいね。あ、本当言った通りだね。あ、今月はちょっと厳しかったね。でも、あ、理由はそこでダメだった理由もわかるから、次改善してってやっていこうね。で、こう数字を見ながらと同時に、結果、
その税金がいくらになるかを伝えていく。で、伝えていってきながら、で、結果、その時流に合ったもの。税金っていうのは時流に合ったものであることを、その企業が取り組んでくれていたならば、取り組んでいてくれたならば、今で言うと、その企業が人を採用しました。人を採用した。さらに、給与を上げました。人を採用して給与を上げる。これすごく大変だよ。なんですよ。だけど、人を上げて、こう、給与を上げていくっていう上で、企業何しなきゃいけないかって言ったら、ある意味、投資をしなきゃいけない。要は、生産性を上げるために、その設備を買わなきゃいけないかもしれない。その、生産性を上げたことの、新しく買った装置を使うために教育しなければいけない。っていう、この投資というものと教育というものをセットで行うことがあって、結果人件費を増やすことができた。だから魅力的な企業がこう作り込んでいけた。って言ったならば、この企業に税制の恩恵が待ってるわけですよ。あ、給与を上げた分について税金を落としてあげるよ。投資した分に税金を少しでも落としてあげるよ。あと、まあ、教育訓練までこうしてるんだったら、この今の言った規定を使わせてあげるよ。っていうように、時代のに応じたことをが改正でやっぱり入ってくるんですが、その知識があったら、あ、社長のとここれができた、すごいこの投資をしてることによって、やっぱこの効率が出てきたよね。で、かつ、あ、人の人件費、やっぱ魅力的に言うのって、やっぱ人でもちゃんと集まってくる体制整ってきた。その結果、この分税金が抑えられたからね。って言った時に、まあ、税額いくらになるっていうことプラス、かつそこでこう下げてくれたってことに関して、下げたっていうよりかは、社長が、会社が時代に応じたことをやる。で、それをちょっとしたアドバイスで支えてる。今年なんですけど、そういうことをやっていく仕事です。なので、税金の知識云々よりも、相手が発したものをしっかり感じ取っていただいて、それに適切に表現していくっていうことをすごく重視してほしいんですよ。で、これができることの方が大事です。で、本試験は口酸っぱく言っていくつもりなんですけれども、基礎事項しか出さないです。それは国税庁に公表されている出題のポイントでも、基礎事項について試した、基礎事項について試したという言い方をしてくれてはいるんですね。で、本当に自分は基礎事項を試してるな。でも、そのためにしっかり感じ取ってことが絶対的に必要なんで。で、話戻しますけど、何食べたいって言った時に、ああ、例えば私だったら、あ、今日の奥さん体調悪そうだな。で、冷蔵庫開けたって言ったら、昨日作ったカレーが残ってた。って言った時に、まあ、それだけ見たら、え、昨日のカレー残ってるし、あれに肉入れたら美味しいよし、まあ、それ自分でできちゃうし、つって、じゃあ、それ自分が、じゃあ今日やらしてよ、つって。で、それで作って、食べて、して、あ、やっぱそれで結果、美味しいね、美味しいねって言って、やっぱこれ食べて正解だったわっていう形の、何したいって言った時に、相手が何を求めてるかって、それを感じ取って、で、それで少しでもこう返していくってことをやって、コミュニケーションっていうものがこうどんどんつながっていく。税理士試験で出されたことについてしっかり感じ取って、こう答えてほしいんだろうと思ってることを感じると、じゃあこう答えてあげますと。で、ちょっとでいい、相手が期待値より1ミリという表現をどっかでできれば、もうそれでかなり高確率で合格できるというふうに感じてはいます。で、話をまた課税の後編にちょっと戻させていただくと、まあ、会計ベースだよ。で、さっき棚卸しと減価償却の話をしました。もう一つだけ、ちょっとお話しした。助け合いという民主主義が税金の根本を支えているものなんです。だから、皆さんからお金を集めて、助け合い自体は税金で国がやろうという考え方なんです。
勝手に皆さんが助けるということをいろんなことにやられたら困る、だったらこれをロックしようというものが用意されています。いわゆるっていうか、まあ寄付って何か、税金払うぐらいだったら自分の従業員に出しちゃえとか、まあ気持ちになると思います。で、自分の従業員だったらまだ救いの道あるかもしれないんですけど、自分がもらっちゃおう給与でと、税金払うぐらいだったらもう自分の好きなもの買っちゃおうということが、上場企業だったら実際は起こりづれません。要は関係会社取引っていうことをすごい規制しますから、あの人たち身内たちに勝手に好きにお金使っちゃうってなっちゃったら、それをロックかけるために関係会社との取引とか、もう身内、いやもう本当役員とかとの取引だかっていうものを、勘定科目だって別科目を用意しているぐらいに、上場企業っていうものはそこについて晒してるわけですね。で、それをやっぱりやると思いますよ。会社作りたてで、よし儲かった、よし福利厚生だ、これからご飯食べに行こう、さてじゃあ友達でも呼んで食べに行くかな、でこう食べ終わったして、じゃあ領収書もらって福利厚生費っていうふうにはやはりならないってことなんですよ。自分を助けたんですけどね、会社で。なのでここについての感覚をしっかり持つ必要がある。助けるのは相互に国がやることだ、それを勝手に個々でやることを許さない。で、この感覚をやっぱり身につけてほしい。で、それが会社に対するものだったら寄付金っていう課税法 で、もしくはそれが従業員とか自分だったら給与と、で給与っていうことで課税、まあ税務調査とかって言われると、まあ重加算税を取られたりこうしていく論中なので、要は今よしじゃあお疲れた終わった、さて焼肉でも食べに行こうっつってして、はい領収書をもらって、でその領収書をまあ会社の帳簿に載せてったっていう時に、一つ客観的に自分だったらそれを許せるけど、例えば皆さんが会社作って部下がその領収書を持ってきたら認めますかと。認めない。その客観的な目なんですよ。自分だけじゃなくてもう一つのこの目、要は自分よがりじゃない考え方をやはり持ってほしいんですね。まあ、これもある意味課税の公平なんですよ。という感覚をしっかりと身につけてほしいな。これを1年間かけて、身につけていく。で、これが身につけたらもう基礎的事項でこう出来上がっていく話なんで。あと、税法云々より売上ってありますよね。この売上、都道府県計算書、その売上はどうやって計上されるんですかと。引き渡し基準とか、まあ、いろんな言い方をしますけど、なるべく具体化してほしいんですよ。皆さんが飲食店入りました。パスタとワインを頼みました。パスタとワインを頼んで、その時に実は皆さんは債権っていうのが発生しています。美味しいパスタ、美味しいワインを食べさせてもらうという権利、債権を発生しています。店は債務を持ってます。うまいものを提供しなきゃいけない、パスタとワインを提供しなきゃいけない債務があります。で、店は、まあ、ある意味債務を持ってて、皆さんは債権です。で、店がパスタとワインを提供した瞬間にひっくり返るんです。皆さんはお金を払わなきゃいけない債務が発生する。お店側は今度はお金をもらえる債権になるがに変わる。いや、逆転する瞬間があるんです。この逆転する瞬間が一番お金が取りやすいタイミングですよ。あ、パスタワインだ、はい来ないかなと思って来たして、こう、あ、やったって言った時に、請求ここにレシート、まあ伝票ですかね、置いてあったら抵抗ないですけど、1ヶ月後に何か来たら、確かに食べたなって気持ちに変わっちゃうかもしれない。それぐらい温度が高いうちにちゃんと請求しようと、これお客さんにも伝えていかなきゃいけない大切な話なんですよ。なので、そこをいう感覚も
やっぱり理解してってほしいなというふうに思います。会計をこう作るってこともすごく大切だし、物買いました。で、物っていうものは収益と対応したならば原価になるけど、そうじゃなかったら大事な資産なんだって感覚も必要なわけですよ。普通にワイン、例えば3000円で買ったら普通のワイン3000円ですし、ポンと開けちゃえばもう一般だったら価値ないのかもしれませんけど、お店に置いといて、お店がちゃんと雰囲気を持って、しかも美味しそうなテーブルを出して、で、かつそれに、制服を着たピシッとした、ウェイター、ウェイトレスがやっとちゃんと持って、それでちゃんとついていくってなってきとくとしたならば、この3000円のワインが下手したら5倍6倍に化けていくわけですよ。3000、お金だったら3000円でしかないけれども、もう投資した棚卸資産が財産だというふうに見えるぐらいな感覚も必要なんですね。で、収益売れました、して対応するものが原価です、余ったものは棚卸です、この感覚も非常に今問われてます。これを持ってますかと。なぜこんなものが出るのかなと思った時に、やっぱどん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 電子化してる、この流れは試験にも反映されていて、電子のことを直接出してたわけじゃないですけど、仕入れたって言ったものについては全部今自動仕分けが起きるわけですよ。仕入れ買掛金、仕入れ買掛金、仕入れ買掛金と起きる。で、その買掛決済したら買掛金、普通預金という形のものも、だいぶ類推までできるようになってくる。で、まあ、仕入れ買掛金、仕入れ買掛金ってこうなった時に、人間の力が必要なわけですよ。どこに必要なのかって言った時に、売上に対応していないものはどこだ？どっから売上に対応してないんだ？っていうものは、人間がちゃんと介在してやっていかなきゃいけない。じゃあ、その力、全然まだまだ私たち必要だからね、っていうところも本当に出るんですね。なので、まあ、お話の方向をさせていただいた部分ではありますけれども、課税の公平っていうのを分かっていこうね。あと、なるべく具体化していこうね。で、相手が求めていることを分かっていってあげようよということを、やっぱしっかりと認識していただきたいと思うんですね。で、それを52回の中でお話をしていきます。で、東レも8回用意してます。で、やっぱり、やっていただくってことがすごく大切だなとは思うんで、アウトプットですね。表現もしよう。インプットと表現。だから、皆さんも今、日頃からやってほしい。人の話をちゃんと聞く。で、ちゃんと返してあげる。毒なんか入ってる場合じゃないと。皆さんと話すと、本当楽しくなる。っていうような会話が、どん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 できるようになって。で、ちゃんとした、それで、人脈みたいなものも、ちゃんと作れるようになってってほしいと思うんですね。で、続いて、まあ、直前の東蓮期っていう形にまた入ってき、まあ、直前期と全国模試っていう形で、今度は東蓮中心のものを用意してはいますけれども、この形で1年間やるという形になってますね。あと、まあ、すいません、自分の中でこう入れてる時に、まあ、一つ読解、これは相手との会話をやっぱしっかり感じ取る。これはもう会話だけじゃなく、紙面からもそう。自分はこれを簡単に優しさと表現してます。で、それをちゃんと相手に分かりやすく、しかも相手の時間を奪わずに、ちゃんと相手が求めてる答えをきっちりと伝えていく、これを強さと表現しております。で、なるべくそれに面白さを持ってこう伝えていく。あ、まあ、面白さって言って笑わせるっていう話ではなくて、相手がやっぱ気持ちよく読んでもらえる、気持ちよく聞いてもらえる、それをやっぱり交えてってほしいんですね。あと、まあ、さっきもいくつか言ってますけど、知識は活用してこそ意味があるんです。知識は活用してこそ意味があります。直角三角形と二等辺三角形の話をさせていただくと、直角三角形ってどこで使うんですかと。底辺かける高さ割る2っていうものかもしれませんが、直角三角形っての考え方があったんで、富士山の高さが
測れたんですよ。富士山の高さが測れたんですよ。まあ、例えばこっから富士山までの距離は分かる。こっから富士山までの角度は分かる。となった時にこういう大きな直角三角形が出来上がります。こっから富士山までの距離で富士山の高さが見てこの直角三角形。ってことは距離が分かってこの角度が分かれば高さが分かると。で富士山までの距離は相当長くしてもちょっとそれを例えば短い部分にしてちょっと角度つけてで、あ、ここ10メートルでだいたい10メートルの幅だった。ここはちょっと極端に言います。15度だった。10メートルで15度だったらここ3メートルだった。ここ10メートルで15度だったらここ3メートルだった。だったらここ10キロだった。15度だった。って言ったらここ3キロだった。だ富士山の高さがだいたい3キロだって。こういう形で直角三角形を使って富士山のものを測ったわけですよ。で続いてじゃないですけど、太陽までの距離ってどうやって測ったんですかね。太陽までの距離って二等辺三角形を利用して測ったんです。口でもうまく伝えられませんが、ここにボールペンを置いて片面をこう動かしていくと結構動くわけですよ。でも遠くになればなるほどあまりこの動きがだんだん小さくなってくる。だからある二点間から測って、極端に言うと月までだったら結構動いたよ、だけど太陽までだったらあんま動かなかったよ。でこれを応用して太陽までの距離を出した、シリウスまでの距離を出した。直角三角形と二等辺三角形のおかげで富士山高さ分かるわ、太陽までの距離は分かるわ、いや素晴らしいものなんですけど、それを小学校3年生で習っていてそれに使ってるってことを私たちは知らずに生きていくんですよ。で一つ具体例言います。伊能忠敬は測量と天文学の知識を利用して今でも世界をあっと言わせるほど精度の高い日本地図を作ったっていうことをやった時に、もう私たちの教育では伊能忠敬って書いてあるところをまあちょっと見えないようにして天文学と測量のところを線引っ張って日本地図を作ったって言った時に、そこだけこう穴埋めをこうして、まあ知識のこう練習をして、あ、じゃあ誰が作ったの、伊能忠敬だ、で、あ、測量と天文学だを使って日本地図を作ったって言って、これでも納得してしまうのがもう本当怖さなんですよ。次が私の1年間かけて皆さんが上げてってほしい力です。測量と天文学を使ってどこに使って何をしたのと。測量図と見てほしいんです。測量図っていうのは見ると直角二等辺三角形だらけです。こういう地図があって、あ、直角二等辺三角形を作って、でその上でちっちゃな二等辺三角形をこう当てがってって土地の測量ってしてるんです。だから直角二等辺、直角三角形の塊で測量図って出てます。で一度測量図って見てください。本当直角三角形で、あ、これで面積出してんだ。ってことは直角三角形様々ですよね、地図を作る上で。っていう形で測量の知識を利用して、で測量って何って言ったら直角三角形を利用して日本地図を作った。天文学って何ですか。天文学は二等辺三角形の知識を利用して、富士の樹海みたいなところは直角三角形で測れない。だから富士の片側と富士の片側に例えば行って一緒に太陽を見て角度を見て、だいたいこれぐらいだね、何時に見ようねっていう形で離れたところで見て、この繰り返しで二等辺三角形を駆使しながら距離を測っていったわけですよね。でこういう形で今も例えば直角三角形と二等辺三角形の話をこうして、最初は高さとまあ距離の話になってきましたけど、割と私たちは
大切なことを具体化していないってことが非常に多いんで、絶えず具体化していくという習慣を身につけていくようにしていただきたいと思います。で、知識は活用してこそ意味があるということを、もうすみません、活用ということをちょっとお話ししたいんでさせていただきました。で、まあ続いて独占業務の話はさせていただきましたけれども、活躍の場って形なんですが、自分が思うに仕事っていうものに関して専門性を持って、やっぱそこについて自信がつくぐらいまで、やっぱり体験なり経験したりプライドを持って、やっぱあるこの知識についてはプロフェッショナルになるんだ。で、プロフェッショナルになれば分かります。周りが変わってきます。信頼も安くなってきます。で、そこについて自分も自信が出てくると思います。なので、もう誰もができる仕事をこうやっているってことは、まあプレッシャーも感じず、疲れてる時とかこういいかもしれませんけれども、やはり一つ自分の絶対オリジナリティ、自分の強さで、それをちゃんと作り上げていく、それを税を中心にやっていく。で、私も別に税の話を仕事の中で一日の中に本当にする時間って言ったら100分の1とかすごい短い時間かもしれない。だけどそこについての知識はプライドを持って、毎年例えば大きな決算が来るときに、これちゃんとクリアできるか、これがちゃんと処理できるか、試金石だと思って、やっぱ毎年トライしてできたときに、あして、しかもちゃんとそれで、知識が吸収できた、成長できた、でそのこれを還元できた、具体化できた、そういうことがすごく喜びにもなってますし、で新しいことをこう噛み砕いていくってこと自体も、あすごく単価が高い仕事につながってきます。でもっとそれを伝えて、まあ、単価がお金が魅力っていうのも変な話なんですけど、それは結果論で、やりたいことをやって、でそれを相手に伝えて、相手が喜んでもらって、相手が喜んでもらってるってことがすごく自分にとっても嬉しいことなんですよ。何かして、まあ、自分が嬉しいってことも直接ある、もうあるかもしれないですけど、何か自分がしたことで相手が喜んでるって、これ最高に、本当に嬉しい話だと思います。それが体験できる仕事の一つなんで、それぐらいの専門性があるので、だからこそ優しくないけどトライしがいは絶対にあるんで、ぜひやっていただきたいなと思ってはいます。で、試験時間の勉強時間の話っていうのは、私が、まあ、一応パーフェクト講座でお願いしているのは、眠かろうがお酒なんて帰ってこようが1日1時間と決めたら、これを習慣化してください。で、習慣化が一番大切な、大事なものになります。ある時は3時間、ある時は0というよりも1時間、すみません、これを習慣化してほしい。エンジンがかかればおのずとペースが乗ってきます。で、どうしてもこうできなかったってごめんなさいって言って、まあ、やむないありますけども、できるだけやってほしいと、眠くても辛くてもやってほしいと。で、1時間それを決めたらそれを絶対にやるって、まあ自分の寝る前のご褒美なんだという意識でやっていただければなと思います。で、皆さんのために、通過点でしかないので、ぜひ通過点での中で試験があると、要はもう税理士等をやっていく上で、その通過点に本試験がの突破があるんだという意識でいただければなと思います。法人税法改正はここまでさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。